どうも、キスケです。破壊と創造のフロンティア、ライバルズの新情報が出たので一緒に見ていこうかなと思います。はい、いやもうこの時期かと。診断情報の動画作るのは結構楽しいんでね。いやありがたいっすよ。ネタ切れにもならないしね。はい、ということで早速1枚目見ていきましょう。こちら、はい、フーラですね。はい、占い師専用のレジェンドカードになります。3コスト2、3、召喚時自分の手札をすべてデッキのランダムな位置に戻す。戻した枚数にプラス1した数分カードを1枚引くと、いうことで、まあだから手札リセット系のカードが来たってことか。あー、なるほど。いやこれ微妙じゃね。これ微妙じゃない？なんかもっとこうステータスが低くていいからさ、11とかでもいいからさ、せめて2コストとかで使わせてくれへんかな。2コスト1コストで使わせてくれると、まあさすがに強いかなとは思うんやけど、3ターン目にリセットするかね。3ターン目にリセットするかね。どうかな。まあ最近のさ、ミニアっていうか、まあ今までもずっとそんな感じやけど、ソロでサーチしてこうパーツ揃えて、ほんで占いカードいっぱい使って戦っていくみたいな、結構序盤にパーツを揃えちゃって後半まで持っていくみたいなね、そういう戦い方が主流だと思うんですけども、3ターン目か。まあ別に3ターン目に使わんでいいんやけどね。もちろんもうすごい試合の終盤で、うわこの手札はあかんなっていう時に、まあ、1枚多く全部の手札をリセットできるっていうのは、まあまあそれはそれで強いとは思うんやけど、やっぱこういうカードの強みってさ、もう序盤も序盤に手札リセットして、マリガンで失敗したけどフーラのおかげで戦える手札になったよという、そういうのがね、やっぱ手札リセットっていうのは強いと思うんでね。まあ3コス2、3、ステータスもなんか微妙やしね。これやったらもっと下げてさ、まあ、さっきも言ったけどね、コスト下げてあげるとか、もうちょい早いタイミングで使えるカードやったらね、使われたかなとは思うけどね。はい、じゃあお次こちら、はい、ビルドですね。ビルド新ヒーローカードですね。英雄カード、レベル1、デッキの上10枚から建物をランダムに加える。手札の建物をランダムにコストマイナス1と、いうことですね。これ1回使用でレベルアップするのかな。ってことはまあこれさ、あのデッキの上10枚に建物がなければ、まあ、加わらないってことですよね。加わらへんけど手札の建物をランダムにこうコストマイナス1はしてくれるよっていう感じなのかな。なるほどね。まあでもデッキの10枚めくって建物ないってことはないもんね。ミルクボーイみたいな喋り方だったけど、ないもんね。まあ、大体はレベル1を、まあ、うまく使うことができるのかな。ただこの10枚の中からサーチしてきた建物をマイナス1できるかって言われるとそうじゃないですよね。ランダムなんですよ。他に手札に建物が存在していれば、もしかしたらそのカードがコストマイナス1されるかもしれないと。まあそんな感じですよね。はい、これ使用回数ちょっとわかんないです、僕は。皆さんの方が知ってるかもしれないでね。はい、お次レベル2。はい、レベル2です。2コストで指名、指定マスに、まあ、この3枚のどれかを使えるという能力ですね。牧場、自分のターン終了時耐久マイナス1して、この建物の前後に、ランダムなコスト2のユニットを1体出すと。はい、オアシス、自分のターン終了時耐久マイナス1、味方リーダーの HP を2回復、味方リーダーのテンションをプラス1。はい、ビルダー城、すべての味方ユニットをプラス1プラス1、ターン終了時耐久マイナス1ということで、
強いですね。うん。まあどれでもいいんですよね。どれでもいいんですよ。だから相手によって使い分けれるというか、例えばさ、まあアグロで攻めてくるんやったらオアシス貼っとけばいいし、まあ自分のデッキもしっかりやけどね。自分のデッキが例えばトルデコみたいにこう多面展開して、こうユニットたちで戦っていこうっていうデッキやったら、このビルダー城が結構強そうやし、まあトルネコに至っては牧場も強そうやね。とりあえず盤面にユニット並べて種で強化して、そのまま有利な状況を保っていくみたいな、そういう戦い方ができそうなんで、普通に強そう普通に強そうですね。うん、まあランダムなコスト2のユニットっていうのは、まあ、大体まあゴミですからね。うん、牧場はあんま使わなそうやね。まあでも牧場からは2体ユニット出てくるってことでしょ、これは。まあ、なんかの特技カード、まあ、もちろん建物破壊するような特技カードも出てくるんかなとは思うんやけど、まあそういうカードを食らわなければ2体は出てくると。で、4点回復の2テンションでしょ。で、プラス2プラス2でしょ。なんかどれも2コスト以上の働きをしてくれるカードじゃないですかね。はい、非常に強いと思います。さあ、お次レベル3ですね。スーパーカーですね。超スーパーカー、6コスト、耐久2。自分のターン終了時、耐久マイナス1して、正面にいるランダムな敵ユニット1体に5ダメージ。他の味方建物があるなら、さらにカードを1枚引き、味方リーダーのテンションプラス1と。どうなんかな、これ。まあでも悪くはないとは思うんやけど、例えば、ウォールを張らせないようにするとか。まあ後出しでスーパーカー出してあげて5点ダメージっていうのも普通に強いとは思うけど、6コストがちょっと重いな。ちょっと重いですね。他の味方の建物があるなら、あるかなあるかな。そんなに建物並ぶ環境になるのかな、ちょっとわかんないですね、その辺は。まあでもこれレベル3は何遍も使えるんでね。例えば6ターン目にこれスーパーカー置いて、7ターン目にまたスーパーカー置いて、8ターン目にまたスーパーカー置いてみたいなこともできるってことでしょ。できるよね。そう考えたらなかなか厄介ですよね。こういうことでしょ。横一列にヘルス5以上のユニットしか置けなくなっちゃうってことでしょ。ああ、強いんじゃない？普通に強そうですね。はい。ビルド、いかがだったでしょうか。お次は、今日紹介された新レジェンドですね。はい、どうぞ。ゲルニック、将軍ですね。魔法使い専用のレジェンドカードになります。5コスト46。あ、これ魔法使いやんな。ピサロとちょっと若干迷うんやけど、まあ、魔法使いです。はい、ああ魔法使いって書いてるわ。自分が魔法使いの特技を使うたび、または敵が特技を使うたび、味方リーダーのテンションプラス1。強い強いな。何なんでしょうかね、このなんていうの、こういうユニットをなんていうんかちょっと忘れちゃったけど、なんか盤面にいるだけで仕事をする系のユニット、なんか言い方ありましたよね、かっこいい言い方僕ちょっと、まあ、存じ上げてないんですけど、ヘルスを高くしないといけないものなんかな。例えばまあ最近で言うとホメロスとか、あいつも盤面にいるだけで高烈3点ずっと飛ばしてくる、まあ、仕事してくれるユニットやし、まあ、ちょっと前で言えばポムポムボムとか、謎の神官とか、謎の神官やったっけな、まあそんな感じのユニット。まあそういうユニットってさ、だ基本全部ヘルス高いやん。だそうしないといけないのかな。流行り？流行ってんの
バランス調整班は流行ってるんですかね、そういうのは。うん、結構普通に強いと思うんやけど、これめちゃくちゃ強いよね。これアイテムを特技使うとテンションプラス1やからね。だから例えば相手の場面すっからかんでゲルニック置いて、じゃあこいつどうやって取んのってなったら特技カード使うしかないみたいな。じゃあテンションプラス1ですわ。おー強い。あ、でも6点で倒しきってしまえば発動せへんのかな、さすがに。あ、どうなんやろ、その辺はちょっとわかんないけど、うん、まあでもだいぶ強いですねこれは。魔法使いレジェンドカードをもらったんじゃないですか。なんかいろんなカードといろんなデッキと組み合わせられそうというか、普通にテンションがっつりと上げて、ガイア使うデッキが生まれてくるかもしれへんし、まあでもこれ1枚だけやったらねちょっと厳しいけど、まあ次の魔法使いはどういうデッキになるのか結構楽しみですね。はい、ということで以上ですね。以上で新カード、まあ今出てる現状の新レジェンドはまあ紹介し終わったといった感じですね。はい、ちょ、俺スーパーカー結構なんかビジュアル好きやな。はい、ということでまあ新カード情報が出るたびにどんどん動画更新していこうと思うんでね、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンクも概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。